お疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回はね、国民全員一律給付金減税案ということだったんですけども、これについてお知らせしようかと思います。確かに昨年岸田総理がね、減税を全国民にするっていうことを言ってましたよね。で、あれから全然こうね、話題に上らないっていうかね、私の情報のセンスが悪かったんですけども、忘れてましたね。 あの4万円減税とかいうなんとも中途半端な金額だったんでなんとなく頭になかったんですけどもなんかこれね人によっては10万円とかね20万円とかになるらしいんですよただし年収2000万円以上の方は一律で給付されないというねえつまり一言言うと金持ちにはあげれないけどもそうじゃない方どうぞ持ってってくださいみたいな感じですよねただ減税ですからね給付金というよりもまあ給付金というふうな言い方をする方もいますけどもどっちなんでしょうね 取って配る給付金取らずに抑える減税まあ今回は減税なんでしょうねただしね減税じゃない方もいるんですよというのが住民税非課税世帯などの低所得者層の人は手続きする書類が送られてきますのでそれに記入するとまあ10万円とかねまあ場合によっては20万円これが振り込まれるって形らしいですでも多分自営業の方とか サラリーマンの方とか、まあ、私たち経営者みたいな人にはねあの4万円の <laughs> まあ何て言いますかね、えー、税金の割引ということなのかなと思います。まあ、いずれにしてもこの情報ねちょっとすっかり忘れてましたね。あの実施が6月ですから5月末までに手続きをする人はしないともらえなくなっちゃうらしいんですよ。 あですので今回ね、この舞姫大学の特別講義をお借りしまして、そのことについてちょっとね、今更ですけどもお知らせせないとなと。ちょっとね、残り少ない今月の私の放送の機会に、これをね、えー、この定額減税、もしくは変動型の金額給付金、なんと言ったらいいのか分かりませんけど、ややこしいですけどね、こちらの方をね、また折に触れてお知らせしようと思います。えー、と詳細は これが多分一番わかりやすいんじゃないかなっていう風な動画を20分ほどのものですけどもねこれを1本動画概要欄につけときますのでこちらをご覧いただきたいんですけどもだいたい今回の対象者っていうのは4つに分かれるそうなんですよ。その1つがまあ住民税非課税世帯であったりねそれからサラリーマン世帯であったりとかあとは納税はしてるけども納税金額が低いよって世帯とかねこういうのに分かれてだいたい4種類で。 カテゴリー分けされてますので、そのうちのどこに当たるのかなってことをまず自分が把握して、そのためにはどんな手続きをすればいいのかなってことを見ておくっていうのがあ流れらしいですね。で、お給料をもらってる方で、自分がこの減税の対象者だなっていう方は一番多いと思うんですけども、この方に関しましてはね、手続きなしらしいです。ほっとけば、いつも取られてる税金が4万円分割り引かれて、 結局取られるみたいな形なんでね。だから取られる分がちょっと減るんで、その分だけ可処分所得がちょっとね、楽になるかなってところです。ただしね、ね、今更、ね、こう文句言うのもあれですけども、たった4万円でしょ。いや、4万円とか言って、こんなん別にね、経済波及効果そんなに出てこないと思うんですよ、ほんにね。だって電気代一回払ったら終わりじゃないですか。それからもうすぐね、車の税金来るでしょ。私複数台所有してますんで、結構このね、 5月ののね、車の税金代 <laughs>、うん、まあしょうがないですけどね、うん、もう4万円じゃねえって感じがしますよねだから全ての自動車の利用者に対して自動車の5月の重量税を全部免除しますだったらめちゃくちゃ嬉しいんですけどね、うん、それから私個人的なことを言うと6月には駐車場代の請求が来るんですよ駐車場代ね うん、自分の自宅に3台停めれるのにプラスアルファ2台で駐車場を契約しないと止められないというねこの始末、まあ、人生は一度きりですから思った通りに生きていきたいですよね、はい、今回はですねこのお定額給付金10万円という形でタイトル付け出してもらいましたけども正確には岸田総理の言い出した4万円減税でございますただし減税じゃなくて本当に給付される方もいらっしゃいますんで どちらの言い方がいいかなと思ったあげく、この10万円一律給付っていう、うね、数年前によく使われた言葉、これをね、思い出してみました。えー、令和6年の5月末までが申し込み期限ですので、申し込みが必要な方はね、申し込んでください。で、給与所得の方の、給与所得者の方はね、一応ですけども、リンクの動画の方をご覧いただければと思います。多分何もしなくていいんだってことが分かってね、えー、安心されると思います。それでは今回は以上です。ナミさん、どうぞ。